私の妹サケが1年ぶりにハワイに来ました。なので今回サケとのバケーションビデオを作ったのですが、ビデオをお見せする前に皆さんにお伝えしておかなければならないことがあります。それはサケが純粋すぎるのでカメラがサケの顔を撮ることができなかったということです。サケの希望によりハワイに到着してすぐにダイヤモンドヘッドへ向かいました。私にとっても初めてのダイヤモンドヘッドでした。私はダイヤモンドヘッドに登ったことがあります。ですが今回は二人と一緒にハイキングを楽しみたかったです。ハイキングコースを少しお見せします。最初のうちは大したことはありませんでした。さっきもハイキングを楽しんでいました。ですがこの日はすごく暑かったです。これが噴火口の眺めです。綺麗だね。階段がたくさんありました。だんだんきつくなってきました。かっこいい洞窟がありました。全然かっこよくなかったです。暗くてよく見えなかったです。途中で会った日本人のおじさんに右ではなく左へ曲がった方がいいとアドバイスをもらったので左の道を選びました。まだ階段がたくさんありますが、もう少しです。やっと着きました。これが頂上からの眺めです。次にカハラモールに向かいました。ジェリーベリー、またジェリーベリーをゲットしました。ここに来たのはホールフーズをチェックしたかったからです。私たちはスーパーが大好きです。自分で撮るとパスで買おうか。ちょっと自分でおいしそうなスパークリングウォーターを見つけました。長いハイキングの後で本当に喉が渇いていました。この後夕食を食べにハワイ海にあるコーナーブリューイングカンパニーに向かいました。アンクルズシュリンプタコス、ポバイペペローニロールズ、アンクルズアヒポケ、そしてカバイハヤケージャン風炙りアヒを注文しました。これは本当に美味しかった。二皿も頼んでたよね。夕食の後ワイケレアウトレットに向かいました。サキはバッグと時計を探していました。この時期どこ？あった？このボタンもかわいい。これもかわいくない？これもかわいいよ。ワンちゃんの見えるの。そっちシンプルなのがいいな。かわいいじゃん。それ夏っぽい。これかわいい。夏っぽい。これ肩から見かけられるやつ。あ、そうだ。かわいい。夏っぽいね。夏っぽいよ。わかる。私の携帯の古いやつ。でも欲しいものが見つかりませんでした。次の日、私はサキと二人でアラモアナに向かいました。ブルーハワイライフスタイルでアサイボウルを食べる予定でしたが、
グラノーラがないと言われたので断念し、アイランドヴィンテージでアサイボールを食べることにしました。その後、トロリーでワイキキに向かいました。先にお気に入りのホテル、ロイヤルハワイアンで一休みしました。その後、モアナサーフライダーにも立ち寄り、写真を撮ってきました。ランチをホリデーインホテル内のカフェでする予定でしたが、メニューがいまいちだったので、ロイヤルハワイアンセンター横にあるポケバーに行くことにしました。その後、デザートをゲットしに念願のバナナへ行きました。アサイとバナナのソフトクリームは本当に美味しかったです。ワイキキで買い物をした後、一旦アラモアナショッピングセンターに戻りました。サキが気になっていたハイステーキでサキの分の夕食を調達しました。満足の味でした。仕事の後、二人に合流しました。夕食を食べに中森屋へ行きました。美味しかったですが、やっぱり京都ラーメンが一番です。サキが花火を見たいと言ったので、夕食の後ビーチへ向かいました。3日目、朝一で海岸に向かいました。海と山と両方。でもちょっと曇ってるな。うん。あ、でも撮れてる撮れてる。綺麗綺麗。海綺麗。あ、今ここがいい感じ。シナモンズで朝食を食べました。はい、チーズ。その後、ホールフーズへ向かいました。二人は本当にスーパーが好きだな。ここの方が絶対かわいい。もっとかわいい。そしてその後、ラニカイビーチへ向かいました。パーキングする場所がない。やっとラニカイビーチに到着しました。すごく綺麗なビーチ。この後、シモを半周して春岩に向かいました。海海、先海。松本シェイバイスに来ました。あんなに長い行列に並ぶのはバカバカしい。そこでお土産を買い、アサイボールを求め晴れ岩ボールズに来ました。二人を
アサイボールガールズと呼んだ方がいいな。写真大会。写真大会だ。写真写真こっち。ダーリンはアイスクリームをゲットしたね。ミルクシェイクを頼んだよ。まあまあだったよ。Yeah. 初めて。Cool. その後、グリーンワールドコーヒーファームへ行きました。サキはお土産と飲み物を買っていました。サキがとっても嬉しいって。イエーイ。夕食を食べにカポレイコモンズにあるイーティングハウスに行きました。ハマチクルドとブラッケンアイランドアヒとラーメンボール21と本日のスペシャルだったポークの何かを頼みました。まあまあでしたがちょっと高すぎると思います。4日目、朝一でラニカイジュースに行きスムージーをゲットしました。その後、朝食を食べにホノルルバーガーカンパニーに行きました。オアフ島で一番おいしいハンバーガー屋さん。おいしい。そしてまたワイキキへ行きました。私たちはリカの仕事用のズボンを探しに行きました。Hi H&M fans. Can't find your size in store today. Thank you. 大丈夫。大丈夫。気持ちいいよ。気持ちいい？よかった。その後、サキを探しにデューティーフリーへ行きましたが、そこにはいませんでした。なので、外を探しに行きました。ついに、インターナショナルマーケットプレイスで、サキを発見しました。サキが好きな韓国スターがご飯を食べたというヘブンリーカフェに行きました。でも誕生日だからって書いてある。でも誕生日じゃないから、これ書けばあげるよね。美味しそうなフレンチトーストとまたアサイボールを注文しました。ここのアサイボールはいまいちでした。帰り道、パレードに遭遇しました。
食に私たちのお気に入りのレストランエンフエゴにサキを連れて行きました。今回の旅の最後の夕食にぴったりの場所でした。サキがハワイを去る前にもう一度アサイボールを食べたいというのでラニカイジュースに行きました。ここのアサイボールは美味しかったです。